も竹縄ですが。いや、終わりです。これであの鉄板。出会いに乾杯。合コンみたいです。え、もう撮ってる？もう撮ってます。記念すべき一発目の挨拶です。せーの、カットちゃんです。バラエティでほとんどカットされちゃったんで、で YouTube ならね、ちょっと自分で好きに編集ができるので、ぜひこのカトちゃんをね、世に知らしめていこうかという気持ちで やっております。調子悪いですね。せーの、カットちゃんです。カトチャンネル。この度、カトは YouTube を始めることになりました。カットちゃん。なんか YouTube では普段の加藤を見せていこうかなと。皆さんが見るのって雑誌とかインスタとかツイッターとか SNS で見るのってオンモードの加藤だと思うんですよ。でも実は結構仕事以外の時はこういうところにいることが多いから、今日は居酒屋で自己紹介始めようかなっていう。酒はね、最近ね飲めるようになった。酔っ払った時の楽しさを覚えてきて、あ、これが大人かっていう。ナナちゃんよりカトちゃんって言われる方が嬉しい。喜びを感じます。ボーイフレンドにだけナナって呼ばれたいっていう。そうかなね。16歳ぐらいの時に群馬に住んでて、私群馬生まれ群馬育ちなんですけど、 Facebook で群馬出身で表参道で美容室で働いてる美容師さんがサロンモデルしないってダイレクトメッセージを送ってきて、そしたらその初めての撮影が表参道のど真ん中の美容室の看板の撮影だったんですよ。やっぱ看板をやったら、それをきっかけにいろんな美容室の人も見て、 SNS でどんどんメールとかをインスタとか Facebook とかにくれて、それを見た今の事務所の人が入んなよって言ってくれて、入りますみたいな。写真はあるけど動画はない。で多分まだ数出してないと思う。あ、まだ出してないですか。63% ぐらい。結構出てる。結構出てる。マラソン、料理、フットサル。特技っていうか、まあ、好きなのは似顔絵とかイラストを描くのが好き。加藤漫画っていう、加藤をウサギにして加藤の日常を漫画にしてるんですけど、オチはないんだけどね。お腹すいたなぁ。ん？なんかいい匂いがするぞ。恐る恐る入ってみると、なんとジンギスカン屋さんだった。いらっしゃいませ。何分ぐらいですか？いろんな原料法を教えていただいて、今日はちょっと結構大切ですよ。にゃっそ。なんかちょっと書いてもらえたりします？かく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 。今日一緒にいる3人を、めっちゃ今目の前にイケメンがいるんですよ。いやサカピー。サカピーで。ほんとかっこいい。でもやっぱ言われ慣れてるんですか？いや全然言われないです。私は言われ慣れてます。ほんとですか？かわいいと。ほんとファン減りそうっすね。嫌なやつだな。嫌なやつだ。そうだよ。サカピーかけた。てれん。おお。かっこよく書いていたんで。いや、もうまんまですよ。ありがとうございます。これから加藤チャンネルをなんとかしてもらう。加藤の将来、サカピーが似てる。あ、似てるかも。えっ。ごめんなさい。シャックに。私の大好きなマネージャーさん、コマさんを。ご結婚は今週。え、タイムリー。え、コマさん今週結婚？へこまないで、へこまないで。自信はどのぐらいですか？割と。はい、コマさんです。どうですか？うまい。あ、でも幸せそうなんです。これって手ってこれって手が
か普通左手の薬指に一周回って正解みたいな。いやちょっとよくわかんないですイノディでもなんか今日初めて会ったけど初めてじゃない気がする。気が合うと思いますね。本当ですか。たまに何言ってるか分かんない時あるんですよ。でもイノディは結構理解できてる方だ。全然分かんないでしょあれじゃあ願望書きますね。願望、うん、願望マジで分かんないです。いやかっこよくなるかないやもう全然分かんないごめん本当にこの人が喋ってるって思われちゃうお腹が苦しい。歯茎全開。ぜひまた見てください。おたせでーす。2軒目行きまーす。今の頑張り。本当に酔っ払ってるから。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。